いつもご覧いただきありがとうございます。あつ森です。今回紹介するのはこちらです。共感を得られない時に心を前向きにする方法、このことについてお話ししていきます。まあね、人前とかね、まあ1対1でもいいんですけど、自分の意見をね言った時に、まあ、共感を得られないことってあると思うんですよ。えっていうね反応が返ってきたり、そうすると、まあ、1対1ならまあいいんですけど、大勢のね前だったりすると、なんか俺まずいこと言っちゃったかな、なんか変なこと言っちゃったかなっていうね思いになることがあると思うんですけど、でもそれって正しいとかね間違ってるかって言ったら、間違ってることではないと思うんですよね。なんか大勢がこう共感してくれないと、なんか間違ってるって思いがちなんですけど、それは違うと思うんですよ。まあ、飛行機をね発明したライト兄弟って言いますよね。ライト兄弟が飛行機を作るって言った時に、大勢の人が「いや、そんなこと無理でしょ、機械が空を飛ぶなんてありえない」って言ったわけですよ。でもライト兄弟はその飛行機が飛ぶっていうことに共感してたわけですよね。自分は共感してた。だから周りの人が共感するっていうのはあんまり関係ない。一番大事なのは自分が共感してるかどうか、自分を信じれるかどうかですよね。で、その結果飛行機は飛んだわけですよ。まあ他にも、まあ、例えば、まあ、地動説なんかありますよね。昔ね、空がこうぐるぐる回ってたっていうのが天動説で、で実は地球自体がこう回ってたっていうのが地動説で、まあ、コペルニクスっていう人が唱えた説ですよね。それもそんなこと言った時に、みんな大勢の人がそんなの馬鹿げてるって言ったわけじゃないですか。でも今やそれはもちろん常識になっていて、まあ、ちゃんと証明されている、まあ、当たり前になっている。まあ、あとはカップラーメンなんかもそうですけど、カップラーメンを開発するって言った時に、まあ、お湯をかけてねラーメンができるなんてありえない、無理だって言われてたんですけど、でもその創設者の方は、まあ、自分は共感してたわけですよね。自分を信じてた。その結果カップラーメンは出来上がったわけですよね。で、今や世界中にあるじゃないですか、カップラーメン。だから共感してくれることが、まあ、共感してくれないことが間違ってることではない。まあもちろんね、共感してくれたら嬉しいですけど、だ共感してくれなくても、それはね、まあ間違いじゃないし、まあ、むしろそういう可能性が眠ってることがいっぱいあるってことですよね。みんながいいって言わないところに、そういった可能性がある。まあそう考えれば、まあ共感しな、してくれなくてもね、へこむことはないと思うんですよね。まあ、ツイッターとかね、YouTube で情報発信されてる方は、こう、いいねがつかないことって結構ね、まあ、あると思うんですけど、まあ、そこでね、いいねがつかないからって、まあね、変なこと言ってるわけじゃないし、ね、いいこと言ってる場合ももちろんあるわけですよね。みんなが感動するようなこと。だからね、どん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 そういうのは、いいねつかなくたって発信していけばいいし、まあそういうふうに前向きに考えられると、まあ、どんどんね、そういう発表とか発信する勇気になる。だから共感してくれなくてもへこむことはない。そういう考えでやっていけば、まあもっともっとね、その前向きに、
行動できると思うので、ぜひ試してみてください。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そのことが僕の元気とか勇気になって、もっともっと皆さんのお役に立てる動画アップしていこうっていうモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。